声の広報八幡、1ページです。ナンバー849、令和2年3月15日号、発行八幡市、編集総務部秘書広報課、発行日毎月1日15日、郵便番号 289-1192、千葉県八幡市八幡法35番地の29、電話 043-443-1111、ファックス 043-444-0815、 ホームページ https://www.city.yachimata.lg.jp/、制作八幡市社会福祉協議会、協力やまびこ。コロナウイルスの流行の影響で暮らしにも変化が起きています。手洗いうがいなどバランスの取れた食事をとり、睡眠をしっかりとり、健康的な生活をしていきましょう。それでは本文に入ります。新型コロナウイルス感染症対策について、国による新型コロナウイルス感染症対策の基本方針や、千葉県で新型コロナウイルスの感染が増加していることに鑑み、八幡市としましても、感染症の発症や拡大を防ぐための対策として、市が主催、共催する、不特定多数の方が参加する行事などについて、当面の間原則として延期または中止するよう指示しました。市民の皆様におかれましては、諸事情をご検察の上、ご理解とご協力をお願いいたします。また、合わせて風邪のような症状がある場合は、外出を控えるとともに、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染拡大防止につながる行動にご協力をお願いいたします。特に高齢者の方や、基礎疾患をお持ちの方については、人混みの多いところはできるだけ避けていただくなど、感染予防にご注意いただくようお願いいたします。八幡市新型コロナウイルス感染症対策本部長、八幡市長北村慎治。市民の皆様には日頃より本市の学校教育にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。さて、2月27日木曜、政府からの新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わる臨時休業要請を受け、市内小中学校を3月2日月曜から24日火曜の期間を臨時休業としました。また、3月25日水曜から4月5日日曜の期間は、学年始め休業、春休みとなります。今まさに感染拡大を防ぐために、極めて重要な時期であることを踏まえ、何よりも子どもたちの健康、安全を第一に考えた対応です。何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。八幡市教育委員会、教育長、加曽利義信。令和2年度中央公民館主催講座の受講生を募集。令和2年度中央公民館主催講座の受講生を募集します。受付開始は3月25日水曜午前9時です。中央公民館窓口で、整理券を受付開始日の午前9時から9時15分に配布します。生きがい短期大学。2年間の学習で、1年時には八幡市のことを主に学習し、2年時では少し専門的な福祉、環境、金融経済、国際理解の4つの内容を学習します。日時、5月から令和4年2月、計34回、
一年次、第二、第四水曜日、原則。二年次、第一、第三水曜日、原則。午前は講義、午後はクラブ活動となります。対象、市内在住で60歳以上の方。定員20人。費用は無料。材料費など自己負担あります。健康寿命を延ばそう。健康で元気に暮らせる体を維持するために、簡単にできるストレッチ体操を身につけ、正しい食生活や生活習慣について皆さんで交流しながら学習します。対象、市内在住、在勤で成人の方、定員25人、費用は無料です。生きがい短期大学と健康寿命を延ばそうの日程と内容が表になって載っていますので読み上げます。生きがい短期大学1年次学習プログラム。1回、5月13日水曜、入学式、記念講演、生き生きシルバーライフ1。1、2年次合同。2回、5月20日水曜、健康の維持と増進、1。3回、6月3日水曜、高齢者の身近な法律問題、1、2年次合同。4回、6月10日水曜、八街市の昔、勾玉作り。5回、6月24日水曜、給食センター、落花生試験地見学。6回、7月8日水曜、八街市の落花生工場見学。7回、7月22日水曜、八街市の現状と今後の展望。8回、9月9日水曜、八街市の雲大陣。9回、9月23日水曜、八街市の史跡、文化財、見学。10回、10月7日水曜、家の周りの野草、見学。11回、10月21日水曜、生き生きシルバーライフ、2。12回、11月5日木曜、銚子の歴史、産業等見学。1、2年次合同。13回、11月25日水曜、健康の維持と増進、2、レク。14回、12月9日水曜、ボランティア活動の内容とその実際。15回、1月13日水曜、八街市の無形文化財。16回、1月27日水曜、教育現場の現状と課題。17回、2月10日水曜、修了式への参列、合同懇親会、1、2年次合同。健康寿命を延ばそうの日程や内容です。1回、6月3日水曜、開講式、健康寿命について。2回、6月10日水曜、簡単にできるストレッチ体操。3回、7月1日水曜、お腹の健康について。4回、7月15日水曜、乳酸菌飲料工場見学。5回、9月3日木曜、正しいウォーキングと効果を知ろう。6回、9月17日木曜、食生活、生活習慣について。7回、9月30日水曜、落語で笑って健康になろう。8回、10月14日水曜、正しい発声を練習して歌おう。閉講式。公民館、ラジオ体操部。ラジオ体操を通じて市民の方々が集い、楽しく交流を図りながら体力向上と健康維持の保持、増進を目指します。中央公民館開館日に玄関ロビーに直接お越しください。
申し込みは不要です。日時4月1日水曜から令和3年3月31日水曜午前8時45分から対象市内在住在勤在学の方。なお新型コロナウイルス感染予防のため日程が延期または中止となる場合があります。お問い合わせ中央公民館電話 443-3225。老人福祉センター休館のお知らせ。老人福祉センターは新型コロナウイルス感染拡大防止のため休館しています。引き続き4月1日水曜より施設など老朽化のため改修工事を令和3年3月31日水曜日まで行います。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。休館中のお問い合わせ先、老人福祉センター、電話 443-5211。なお、工事の進捗状況により、工事期間を変更する場合があります。お問い合わせは老人福祉センター、電話 443-5211。カタクリが見頃を迎えます。桜の開花を迎える頃、比叡神社境内、八幡市伊佐護676にある市指定文化財、カタクリ群生地で満開のカタクリを見ることができます。里山で春の訪れを感じてみませんか？問い合わせ、社会教育課中央公民館内、電話 443-1464。カタクリの写真が一緒に掲載されています。これで1ページを終わります。2ページ。八幡市児童館の設置及び管理に関する条例案。八幡市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則案の意見を募集。八幡市児童館の設置及び管理に関する条例案。八幡市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則案に対して市民の皆さんから広く意見をお伺いするためパブリックコメントを実施します。募集期間3月16日月曜から4月14日火曜閲覧場所日にち子育て支援課月曜から金曜日祝日を除く市役所ロビー毎日中央公民館開館日市ホームページ意見提出ができる方市内在住在勤在学の方市内に事務所事業所法人がある方意見の提出方法氏名団体名所属している場合のみ住所電話番号を市指定の書面に記入し、子育て支援課に持参、郵送、ファックス、E メールのいずれかで提出するか、閲覧場所に設置する意見投函箱へ投函。郵送は4月14日火曜筆着。提出先、郵便番号 289-1192、八幡市八幡、保35番地の29、ファックス 443-1693、e メール kosodate@city.yachimata.lg.jp 問い合わせ、子育て支援課、電話番号443-1693。病後児保育の利用登録を受付します。お子様が病気の回復期であり、家庭での保育が困難な場合や、保育園などに通園できない場合、お子様を一時的にお預かりします。病後児保育を利用する場合は、市に登録する必要があり、登録期間は1年間です。今年度に登録された方で、
来年度も利用される方は登録申請をしてください。登録申請開始日4月1日水曜。登録申請に必要なもの、利用登録申請書、登録するお子さんの健康保険者証、印鑑、実施施設、キュア、八街市八街2-69番地の3、電話 440-0020、利用できるお子様、市内在住の生後6ヶ月から9歳まで、利用金額1日2500円、4時間以内1250円。なお、生活保護世帯、市民税非課税世帯は無料となります。詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。問い合わせ、子育て支援課、電話 443-1693。八街市公共下水道ストックマネジメント計画案の意見を募集。八街市公共下水道ストックマネジメント計画を策定し、下水道施設全体の中長期的な施設状態を予測しながら、維持管理、改築を一体的に捉えて、計画的、効率的な管理を進めています。この計画に対して、市民の皆さんから広く意見をお伺いするため、パブリックコメントを実施します。募集期間、3月16日月曜から4月14日火曜。閲覧場所、日にち、下水道課、月曜から金曜日、祝日を除く、市役所ロビー毎日、中央公民館開館日、市ホームページ、意見の提出ができる方、市内在住、在勤、在学の方、市内に事務所、事業所、法人、その他の団体がある方、本案件に利害関係のある方、意見の提出方法、氏名、団体名、所属している場合のみ、住所、電話番号を市指定の書面に記入し、下水道課持参、郵送、ファックス、E メールのいずれかで提出するか、閲覧場所に設置する意見投函箱へ投函。郵送は4月14日火曜筆着。提出先、郵便番号 289-1192、 八街市八街保35番地の29、ファックス 443-1440、 E メール gesuido@city.yachimata.lg.jp。 問い合わせ、下水道課、電話 443-1440。 水道の届け出は忘れずに。水道は毎日の暮らしに欠かせないものです。また引っ越しや転勤など新たな新居にお住まいになる方が多くなる季節です。新たに水道を使用するとき、水道の使用をやめるときは、ご連絡をお願いします。連絡先、ベオリア・ジェネッツ株式会社、八街営業所、電話 443-5595、給水の申し込み、引っ越ししてきたとき、家を新築したとき、アパートなどに入居したとき、給水の中止、長い間水道を使用しないとき、引っ越し していくとき、なお水道料金の精算を忘れずに、名義変更、使用者または所有者の名義が変わるとき、問い合わせ、水道課、電話 443-0677。 高齢者福祉計画策定審議会の委員を公募。令和3年度からの3年間を計画期間として、第8期公
高齢者福祉計画、介護保険事業計画を作成するにあたり、市民代表の委員を公募します。募集人員、2人、応募資格、次の条件をすべて満たしている方、本市に居住し、住民登録のある20歳以上の方、平成12年4月20日以前に生まれた方、平日昼間に3回程度開催予定の審議会に出席できる方、本市で他の審議会などの公募委員を2つ以上移植されていない方、任期・報酬、令和2年度第1回策定審議会、会議開催日から計画が策定されるまでを任期とし、報酬は会議出席1回につき5000円。応募方法、4月15日水曜までに、八街市の高齢者福祉や介護保険についてをテーマとした小論文、800字程度に、住所、氏名、性別、生年月日、連絡先、応募の動機を書き添えて、高齢者福祉課に提出、書式は任意、選考方法、委員としての意欲、問題意識の高さ、提案力について、書面により選考委員が審査、問い合わせ、地域包括支援センター、電話 443-1207、福祉タクシー事業を実施、対象者、身体障害者手帳の1級、2級にあたる方、視覚障害、下肢機能障害、体幹機能障害の方は3級まで、療育手帳の丸 A、丸 A の1、丸 A の2、A の1、A の2にあたる方、精神障害者保健福祉手帳の1級にあたる方、高齢者外出支援タクシー利用助成の対象の方は、どちらかを選択できます。交付枚数、年間最高24枚。申請月により、交付枚数が異なります。腎臓機能障害により、人工透析療法を受けている方、1級に限るは、年間最高48枚交付します。助成額、乗車1回の料金の半額、1000円限度、申請に必要なもの、印鑑、本人の身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、申請受付開始日3月16日月曜、なお現在交付しているタクシー利用券、ピンク色の有効期限は3月末日ですので4月以降は使用できません。問い合わせ、障害福祉課、電話 443-1649、ファックス 443-1742。これで2ページを終わります。3ページ、みんなの広場。伝言版、会員募集、八街ズンバ、日時毎週火曜金曜日、午前9時から10時、会場中央公民館、内容ダンスフィットネス、費用1回500円、なお3月中は無料です。問い合わせ、加計彩子、電話 090-3802-677。 ヨガサークル、日時毎週火曜日午前10時から11時30分、会場中央公民館、対象成人、費用月2500円。問い合わせ、ババミチコ、電話 442-3869。
八幡和楽太鼓。日時、毎月3回日曜日、午前9時から5時。会場、中央公民館。対象、小学生以上。費用、入会金1000円、月1000円。問い合わせ、鈴木光成。電話、090-3544-9531 へ。唐立ち会。会場、毎月第1、第2火曜日、午前10時30分から午後0時30分。会場、中央公民館。内容、講師による発声、カラオケ、演歌の練習。対象、成人。費用、月1500円。なお、無料体験できます。問い合わせ、乾和子。電話、080-9383-0277。ヨガサークル、日時、毎週金曜日、午前10時から11時30分。会場、一区コミュニティセンター。費用、入会金1000円。月3000円。問い合わせ、浅野茂子。電話、443-3257。八幡ジュニアソフトテニスクラブ。日時、毎週土曜、日曜日、午前9時から正午。会場、スポーツプラザほか。対象、小学生。費用、月2000円。問い合わせ、瀬田石幸男。電話、443-5098。若葉、卓球。日時、毎週火曜日、午後4時から6時。会場、スポーツプラザ。対象、女性で多少経験のある方。費用、月3000円。なお、先生の指導あります。問い合わせ、桑原まで、午後4時以降に受け付けます。電話、080-6619-5970。卓球、小クラブ。日時、毎週金曜日。午後6時から8時、会場、スポーツプラザ。対象、多少経験のある方。費用、月500円。問い合わせ、小笠原久美子。土曜、日曜日のみ。電話、445-6250。お知らせ、お話し会ボランティア募集。図書館で子どもたちにお話の世界を伝え、子どもと本をつなぐ活動に参加してみませんか。活動期間、4月1日から令和3年3月31日。活動内容、お話し会、土曜日午後の、素話の語り、お話し会の補助。募集資格、18歳以上の市内在住、在勤で、毎月第1水曜日午前の打ち合わせとリハーサルに参加できる方。応募方法、図書館カウンターで申請書を記入し提出。問い合わせ図書館、電話 444-4946。 令和2年度儀礼順拝を実施。旧主要戦役や遺骨収集のできない海域、旧ソ連などの抑留中死亡者の埋葬地などにおいて戦没者を慰霊するため、慰霊順拝を厚生労働省が毎年実施しています。千葉県在住のご遺族の申し込みは、千葉県健康福祉指導課で4月1日水曜から受け付けます。旅行参加費の約3分の1は国から補助され、
県からも一部補助されます。実施地域、カザフスタン共和国、イルクーツク州、ハバロフスク地方、インドネシア、中国東北地方、沿海地方、東部ニューギニア、ビスマーク諸島、ミャンマー、トラック諸島、フィリピン、硫黄島。申し込み、千葉県健康福祉指導課。電話 223-2337 へ。防災行政無線が聞こえにくいときにご利用ください。フリーダイヤルサービス。防災行政無線で放送した内容が聞けます。電話 0120-609-119。八街メール配信サービス。防災行政無線。気象情報、防犯情報、各種講座、イベント情報などを電子メールで配信します。登録方法は QR コードを読み取ってください。ここに QR コードが印刷されています。マイナンバーカード更新手続きのご案内。マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があります。有効期限が近づいている方には更新手続きの案内を送付しますので、書類を確認して手続きをお願いします。なお、在留期限のある外国人の方など一部発送されない場合があります。マイナンバーカードの有効期限通知書が届いた方、通知書に同封のパンフレットをご覧いただき、手続きをしてください。電子証明書のみの有効期限通知書が届いた方、電子証明書を引き続き利用する場合は手続きしてください。更新手続き窓口、マイナンバーカードをお持ちの上、市民課にお越しください。その際に、マイナンバーカードの暗証番号が必要となります。なお、暗証番号がわからない場合は、初期化処理を行います。問い合わせ、市民課、電話 443-1120。後期高齢者医療の人間ドックなど、女性の医療機関を拡大。4月より、指定医療機関以外の医療機関でも、助成が受けられるようになります。助成額、検査費用の2分の1助成の限度額。人間ドック2万円上限。脳ドック1万円上限。脳ドック併用人間ドック3万円上限。助成申請期限。受験日、10日前まで。詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。問い合わせ、国保年金課。電話 443-1139。宝くじの助成金で墨野区コミュニティセンターを建設。墨野区では、一般財団法人、時事総合センターが実施している宝くじの社会貢献広報事業の助成金を活用し、地域のコミュニティ活動の拠点として、墨の老人憩いの家の跡地に、墨の区コミュニティセンターを建設しました。コミュニティセンターには、スロープ、多目的トイレ、手すりなどが設置され、バリアフリー化が図られたことで、誰もが安心して利用できるようになりました。問い合わせ、市民共同推進課。電話 312-1140。 これで3ページを終わります。4ページ安全安心な市民生活を応援。ナンバー81、八街市消費生活センター。迷った時は一人で悩まずお気軽にご相談を。家電量販店でカードが使われた。
不審な電話に注意。相談事例。家電量販店を名乗り、あなたのキャッシュカードが使われていると電話があった。その後、預金保険機構という団体から電話があり、カードの暗証番号を伝えた。すると、さらに警察からも電話で犯人を捕まえた。利用停止にするので、預金保険機構の人がカードを取りに行くと言われ、受け取りに来た預金保険機構の職員を名乗る人にキャッシュカードを渡した。確認したら口座から50万円引き出されていた。相談員のアドバイス。家電量販店や百貨店などが顧客に対して、店頭であなたのカードが別の人に使われているなどと直接電話をすることはありません。このような電話があったらすぐに切りましょう。警察や公的機関、金融機関の職員などが電話で暗証番号を聞くことやカードを預かりに行くことはありません。絶対に他人にキャッシュカードを渡したり暗証番号を教えたりしないようにしましょう。え、通信販売、クーリングオフできないの？相談事例、ネット通販で靴を購入した。サイズが小さかったので交換を希望したが、合うサイズがなく返品はできないと言われた。注文前に返品できないとの表示は目に入らなかった。クーリングオフできないのか。相談員のアドバイス。通信販売にはクーリングオフ制度はありません。返品については事業者が決めた特約、返品特約に従うことになります。返品特約が定められていない場合、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。通信販売で商品などを購入する際は、事前に返品の可否や返品・交換が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。なお、相談員のアドバイスは、相談事例の他に類似した相談のアドバイスも掲載しています。問い合わせは、商工観光課、電話 443-1405。町の話題。第23回、八街市近隣中学校交流柔道大会。1月25日土曜、スポーツプラザで、第23回、八街市近隣中学校交流柔道大会が開催されました。市内各中学校と近隣市町合わせて28校が参加し、熱戦が繰り広げられました。各部門の優勝校、共通男子の部、3校合同チーム、八街中学校、八街中央中学校、四街道中学校、1年生男子の部、葛飾中学校、船橋市、女子の部、大原中学校、いすみ市。熱戦の様子が写真に掲載されています。企業フェス、千葉企業家大交流会で、市内中学生2人が受賞。市内の音楽サークル、和音、メンバーの中学生、郷谷幸香さん、八街中と宮崎桃香さん、八街北中が千葉県内最大級の企業フェス、千葉企業家大交流会において、千葉企業家ビジネスプラン、コンペティション、協賛企業部門、千葉テレキャプテン C 賞を受賞され、市長を表敬訪問し、受賞報告をされました。二人は、ストリートピアノでつなぐ笑顔の輪と題し、寄付されたピアノをペイントし、多くの人々が行き交う駅などに設置する予定で、誰でも自由に弾けるピアノとして音楽のあふれる街、
笑顔になれる空間を作りたいと笑顔で話していました。北村市長を囲んで宮崎桃香さん、郷谷幸子さんの写真が掲載されております。青い麦の子ふれあい授業卒業生を送る会、印旛郡市旧市長でそれぞれの特色を生かし地域に根ざした特別支援教育の振興発展を目指すため2月7日金曜中央公民館において青い麦の子ふれあい授業卒業生を送る会が開催されました。卒業生は市内中学校区ごとに学んできた劇や音楽演奏、ダンスなどを披露し、また保護者や先生方には感謝の言葉を堂々と述べることができました。在校生の児童・生徒はお世話になった卒業生に合唱や作文を発表し、心を込めて一人一人を送る場となりました。卒業生・在校生の皆さんが発表している写真が掲載されています。社会を明るくする運動、八街市作文コンテスト表彰式。社会を明るくする運動、八街市作文コンテストの表彰式が2月7日金曜、市役所で行われました。この運動は、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支え、犯罪のない地域社会を築くことを目的に行われており、その一環として毎年作文コンテストを実施しています。市内小中学生からの多数の応募の中、厳正な審査の結果、八街南中学校3年の鈴木まどかさんが八街市長賞を受賞されました。また、千葉県推進委員会の審査の結果、千葉県作文コンテストにも入選されました。北村市長と八街市長賞を受賞した鈴木まどかさんの写真が掲載されています。親睦を深めた少年少女の集い大会、教育委員会と青少年相談員連絡協議会の主催で、2月8日土曜にスポーツプラザを会場に少年少女の集い大会が開催されました。今回はユニカール、ユニバーサルカーリングを行い、参加した児童46人は技術と作戦を駆使して競い合い、親睦を深めました。また入賞チーム、各ブロックの1位には、賞状とメダルが授与されました。大会の様子の写真が掲載されています。これで声の広報八街ナンバー849を終わります。朗読はボランティアグループ山彦でした。